グッドモ m o r n YouTube. 今日は女子医大岸原先生によります、心不全合併心房細動の、えー、指摘心拍数はいくつかということで、えー、この度、岸原先生が JackAdvances からまあパブリッシュしました、えー、入院心不全患者さんの退院時の目標心拍数はということで、えー、ご発表いただきます。よろしくお願いします。はい、えー、よろしくお願いします。岸原です。 今回、心不全合併の心房細動の指摘心拍数はいくつかといったことで、えっと、論文をです、ね、書きましたので、発表いたします。えー、本日の1枚になりますけれども、今回、心不全、そして心房細動がある患者さん、入院患者さん334人を、えっと、観察研究いたしまして、フォローアップ平均値、えー、中温値で389日で、全死亡と心不全再入院の複合、えー、アウトガムと見まして、39.8%がアウトガムに至ったと。 でその結果、心不全合併心房細動の退院時心拍数の目標っていうのは80なんじゃないかといったことで結論になりましたので読んでいきたいと思います。心房細動の治療は今はやっぱりリズムコントロールの全盛期だと思います。代表的なものを2つ挙げましたけども、まあ、あのこれ以外にもですねご存知のようにいっぱいあのこれリズムコントロールのスタイルが出ておりまして、 まあ有名なところ、左側がキャッスル F、アブレーションでのリズムコントロールというのは、薬物治療に勝るといったところで、えー、そういった、えーまあ、大規模な、えー、スタリーが2018年に発表されまして、えー、もう一個右側がイース t f ネットで、早期のリズムコントロールを行うのであれば、早期が望ましいといったことは、2020年に、えー、どちらもニューイングランド・ジャーナル・メディスンで発表されております。 でえっとまあ、リズムコントロール前線の中で、まあ、一昔前の話がレートコントロールになるような感じも、えー、印象も受けるんですけども、AF のレートコントロールの論文というのは、有名なものはこのレース2トライアルかなと思いますけども、えー、こちら2010年に論文化されまして、えー、110以下の緩やかなレートコントロールと、80のまあ厳格なコントロール、どっちがいいのかといったことを比較したものになります。 でその結果、ですねハートレート110を、えー、未満に抑えるといったことでも、まあ、十分に、えっと、その AF のレートコントロールしたら十分なんじゃないかといったところが示されましたので、まあ、この論文をとんで,で、すねハートレート110といったことが AF のレートコントロールの一つの指標に、えー、なっているかなというふうに思います。えー、今回、ですねこのスタイルですね、あのまあ、どういった患者さんが、えー、実際、インクルーされたのかというと、 あの我々気になるところが、まあ、心不全で、があるのかどうかっていったところだと思うんですけども、今回ベースラインを見てみると、この一番下のところになりますけども、まあえーとまあ、心不全の入院歴があるといった患者さんで見ておりましても、とレニエットのレートコントロールが9%、ストリクトのレートコントロールが10.6%で、全体でも9.8%といったところで、 今回、あの、このハートレート110って言ったこと、一つの指標ではあるんですけども、その中で心不全入院歴があるっていうのは大体、だいたい10%ぐらい患者さんしか含まれていないといったところでありました。で、ハートレート 110bpm っていうのが、目標安静心拍数というふうになっているんですけども、 まあ今回その、えー、一応ガイドライン、日本のガイドラインでもです、ね、このようには記載はされておりますが、今言ったように、まあ、心不全を合併している場合どうなのかとっいったところがまだ、えっと、定まっていないのが現状になります。でえっとまあ、心不全を合併していないなという、まあ 言うなればです、ね、外来で安定して経過を見られそうな、えー、患者さんですね、そういった方の、まあ、心房細動ですと、ハートレート110というのはやっぱり一つ目標にしていいんじゃないかなというふうに我々も考えておりましたけれども、まあ、心不全を合併して入院となる心房細動の対応として、やっぱりまずレートコントロールを行うと思うんですけれども、その目標心拍数というのはやっぱり定まっていないとっいったところが現状としてあります。 で今回です、ね、あの入院した心不全合併の心房細量の心拍数というのは、一体いくつを目指せばいいのかといったところで、えー、その指摘心拍数を明らかにするといったことを目的にしまして、えー、と論文をえ書きました。今回は心不全合併の心房細量患者334人を対象としています。 単施設の後ろ向きの観察研究でありまして、2013年7月から2019年9月に入院となった心不全と持続性の心房細動の方が対象となっております。除外項目としては、同調率、発作性の心房細動、ペースメーカーが入っている、とは退院時の心拍数の記録がないといった方になっております。 で今回、持続性の心房細量が対象となっておりますけれども、まあ、その定義はですねガイドライン通りで、えっと、7日以上持続する心房細量といったことで定義しました。また、入院中のですね同調率の復帰といったことも今回は除外しております。これ、今回、ペースメーカーの植え込み患者さんを除いたのはどういう理由ですかねペースメーカーが入っていると、まあ、そのレートがまあもう、 ペースメーカー乗ってる方っていうのは、もう完全に、なんていうか、ね、そのレートにも決まってしまうというか、ただ、あんまり予後になんていうか、ね、そのペースメーカー、トでずっと来てるので、それでちょっと予後比較するのは難しいんじゃないかなっていったところですかねあくまでも持続の心房細動があって、そのハートレートの上下で困っちゃう患者さんを対象としたってことですね。うん、そうですねはい で今回はです、ね、退院時のハートレートで、えー、と見ています。退院時のハートレートを4つのカテゴリーに分けて検証することにしました、えー。1つ目がハートレートが60未満、2つ目が60から70、3つ目が71から80、4つ目が81以上と、条件の4群で予防を検討するといったことにしております。今回のエンドポイントとしましては、全脂肪と心不全再入院の複合で、えー、見ることにしました。 今回、ですね334人の心不全合併心房細動が対象となりますけども、もともとのデータベースでは結構大きくて、1930人の入院した心不全患者さんがおりました。で除外が、えー、結構多いんですけども、えー、1143人の p、まあ、パフの方、まあ、AF が少しでも記録された方っていうのがこれぐらいおりまして、あとは、えっとまあ、ペースメーカーなど、電に入っている方が219人。 データがない方は234人で、これらが除外されて、最終的に334人の心不全と心房細動がある入院した患者さんになります。でハートレート60以下というのは79人で、61から70が89人、71から80が101人、81以上が65人といったことになっております。 こちら、退院時の、えー、ベースラインのキャラクタリスティックスになりますけれども、えー、男性は、えー、60%で、年齢が78歳で、血圧が110の60で、えー、とハードレートは、えー、70回でした。DF に関しましては47%と、まあえー、やや低下している方が多いと。BNP は257で、EGFR が42.3と、人均の低下も見られました。 ヘイゾン症としましては、高血圧が多くて69.5%、えー、内服ですけれども、ベータブロッカーに関しましては76.3%で内服、えー、ラスト外クは79.3%、ま、たアミオダロンは6.9%で、えー、o a c に関しましては、今回心房細動患者さんが対象ですので、まあ、90.7%で内服していたというような体重のベースラインです。今回、地獄心の内服というのは見てないですかね。 地獄神が見れてないんですよね。はい。そこは結構突っ込まれたところです。はい。えっとこちらですねカプラマイ曲線になりますけども、えー、134人39.8%にあたり134人が今回、えー、エンドポイントに達しております。フォローアップの中央値は389日で、えー、ハートレート別のエンドポイントで見ると、えー、60未満の方で35.4%。えー 35. えー、61, から61から70で43.8%、71から80で35.6%、ハートレート81以上っていうのはやっぱり、えー、イベントが多くて 46.、46.2%でしたで、えーと。左側のカプラマヤ曲線で見ますと、この一番下の,、えー、この紫の曲線がハートレートが81以上の、えー、方になりますけれども、であの明らかに、えー、カプラマヤ曲線がこの開いてきているということがわかるかと思います。 今回、ハートレットごとの全脂肪と心不全再入のハザード比を見ておりまして、やはり大変時、ハートレット81以上というのは、独立した予後の、えー、不良の予測因子であるといったことが示されました。今回、このモデル1、2、3ってあるんですけども、まあ、それぞれの共変量を、ねえっと、足して、えー、見ているんですけども、モデル1っていうのが年齢と性別、モデル2が、えー、それに加えて EF、BNP、 えー、EGFR、ベータブロッカー内服、ラストが薬の内服でで。モデル3というのが一番多くて、それらに加えて BMI と、えー、収縮血圧と糖尿病を加えて見ているということになりますけれども、こちら、えー、とやはりはず、えー、一番右がハートレートが81以上になりますけれども、やはり、えー、これらでは、えーとまあ、独立した用語不良の予測因子であるといったことが、えー、示されておりました。 今回が、えっと、これがセントルイラストレーションになりますけれども、えっと、334人の患者さん、心不全で入院した心房細動を合併している患者さんで、389日のフォローアップの中央値において、やっぱりハートレート80以下にするといったことで、全脂肪と心不全再入院が優位に減少したといったことを、こちらのスプライン解析で示しております。 この、えっと、濃い青のところですね。この幅のところが、えー、90%試合となっておりまして、この直線ですね。この、えー、直線というか、この、えー、曲線ですね。すいません。これが、えー、ハザードレーシーを示しておりますが、で、リファレンスは61において、えー、こういった、えー、曲線を描きました。 でやはりハートレート8を超えてくるっていうと、やはりそのハザードレーションがどんどん上がってくるといったところで、えっと、こういったことをまあビジュアルでも見やすくしてということで、えー、こういった曲線を今回書きました。で、えっと、それぞれ、こちらですね、サプリメントで、えー、記載したものになりますけれども、まずベータブロッカー、使用者に限定して、えー、どうなのかと。 あこえい、ー、たところで見ておりますけれども、やはりはそれでもですね、ハートレート81以上といったことことはやっぱり独立した予後不良因子であるといったことが示されております。で次はですね、30日以内のま急性期にイベントが起きた方を除外して解析しておりますけれども、それでもやはり同様の結果でハートレート81以上っていうのは予後不良の予測因子となるといったことでありました。 次、ね、EF 別で解析しているんですけれども、ヘフ f r e f 今回 EF50% 未満で、えー、見ておりますけれども、こちらにおいては、このモデル1、2、3の解析では、優、え、位、っと、差っていうのはついていな,いか,いなかったんですけれども、しかしヘフ f フ e f EF50% 以上でも、やっぱりこの差はついていないといったところで、うん、EF では、えっと、そあの治療そのものの効果っていうのはあまり変わらないといったような結果でありました。 まあでもこれ、まあ、かなり数が少なくなっちゃってるので、唯一、うんえー、はついてはいないけれども、ハザードレシオで見ると、まあ、そんなにその傾向としては、あうん、まあ全体の結果と変わらないってことなんですかね。あそうですねはい、はい でえっとですね、今回、エンドポイントで全脂肪と心不全再入院を見たので、それぞれで見ております,見ておりますけれども、全脂肪のみで、えー、見た場合っていうのは、やっぱりあのハードレートが81以上っていうのは、えっと、モデル1、2において、やっぱり予後不良因子であるといったことが、えー、こちら示されております。心、えっと、不全再入院のみでは、えっと、そのような結果ではありませんでしたが、こちらについてはあの考察、ディスカッションの方で述べさせていただきます。 今回ですね、えっとまあ、入院した心不全と、えー、持続性の心房細動を有する患者さんといった、まあ、限定した、えっと、コペレーションにおいてですね、ハートレートを80以下にするといったことが、全死亡と心不全再入を減らしたといったことが、えー、そういうような結果になりました。共変量モデル1から3まで増やしても、やはり同様の傾向にありました。 タイ時のハートレートは、全脂肪が心不全再入院よりも重要な予防予測因子として起用していたといったことで、まあ、比較的急性期の予防にこのハートレートというのは影響している可能性があるかなというふうには考えられます。で今回、ベータブロッカーについての検討ですけれども、やっぱりベータブロッカーというのは心不全治療薬としても,もちろん重要ですし、プラス、えっと、レートコントロールの治療としても用いられるかなと思います。 今回ベータブロックが内服したは全体の80%に当たりますけれども、それに限定した解析においても、80未満のレートコントロールっていうのはやはり有効であって、それはですね、なぜ有効であったかっていうのは、退院後にですね、その容量がアップタイトレーションされている可能性っていうのがあるので、それはあの十分考慮する必要があるかなというふうに思います。また、レートコントロールにおいて重要なことは、まあ、入院中ももちろんそうなんですけれども、やっぱり退院後も容量を増やしていくことはあの当然ながら重要になってくるかなと思います。 心、えっと、不全急性期の AF のレントコントロールというのは、その後のアブレーションにつなげるためにも重要であるというふうに考えています。現代の AF のマネジメントとしましては、やはりアブレーションによるリズムコントロールだと思います。また早期に検討するべきというふうに考えております。しかし、今回対象とした心不全合併の心房細動の場合というのは、早期、特に急性期においてはですね、やっぱりアブレーションに踏み切れないといったことも多いかと思います。 えー、今回ですね、えっと、リミテーションはやはり、あのー、単節の観察研究であって、サンプルサイズは小さいこと、もともとのデータベースから除外人数が多い、と、新エネコンのフォローアップがなくて、内服の容量とアドヘラー性については不明であること、また、退院後の F からサイナスへの変化は不明であることや、除脈による有害事象が不足していること、また、えー、その他ですね、心拍数に影響する喫煙、アルコール、身体活動量といった、そういった因子が今回不明であることが、リミテーションとして挙げられます。 今回ですね、我々の研究から心不全合併の心房細動、退院時の心拍数の目標というのは、80以下を目標にコントロールすることが1ついいんじゃないかということで考えましたので、今回、論文化いたしました。以上になりりまますははいいありがとうございました今回は えと入院するような心不全患者さんの、えー、持続性の心房細ドがあった場合に、単位時にどのくらいのハートレートを目標にするべきかということで、80BPM 以下がいいんじゃないかという,ようなことですよね。はいでまあ、これまでは、やっぱりそのお示しいただいたように、心不全の、えー、入院歴がある患者さんっていうことでも、まあ、10%くらいしかなくて、ということではありましたけれども、うん、今回は、 まあよりそのシビアな状態の患者さんですよね、心不全で入院してしまうような患者さん、はい、今入院している患者さんの、えー、じゃあ退院、明日退院ですよという時に、本当にそれはあーハートレートは、えー、90でいいんですかということですけれども、それはいけないよと80、80BPM 以下にしましょうよということですよね。 バックグラウンドでもありましたように、やっぱりリズムコントロールがいいっていうのは、間違いなさそうではありますけれども、まあ、どういった患者さんが今回その、えー、リズムコントロールにならなかったのかっていうことですけど、まあ、このあと、退、え、院、ー、後にリズムコントロールされた可能性っていうのは、どうしてもあるわけですかね。うん、そうですね、まああの。2013年か2019年ぐらいのデータベースで使っているので、 多分今ほどですね、積極的にどんどんアブレーションという感じじゃないかなと思うんですけども、はい、やはりあの、えー、アブレーションしている方は多いんじゃないかなっていうのは思いますね。これ、年齢を見ると4軍で差はないので、まあ、特に高齢者、うんうんということでは、うん、まあなさそうではありますけれども、まあ、でもやっぱり80歳に近いような平均年齢だから、なかなかその積極的にそうは言っても。 アブレーション治療を全員にやるっていうような患者さんたちでもないってことですよね。それははい、考えられます。ベータブロッカーは8割飲んでいらっしゃるということですけれども、はい、じゃあ、こういう患者さんにどうやって、その、ハードレートのコントロールをするかということですけれども、はい、アルツムチャンネルブロッカーは 80, えっと80以上の人でも、まあ、2割しか飲んでいらっしゃらないということですけれども、うん えっと、はい、この81以上の患者さんのへ、えー、っと、ヘフレフってどのくらいなんですかねヘフレフは、えー、っとですね、ちょっと待ちください。えー、っと、八ハードレット八十以上で、えー、っとヘフレフ五十パーセント5もだいたい四十人ぐらい。<laughs> えっと、何分の四十だったんでしたっけあえー、っとですね、もともとが65人なんで、<laughs> まあまあ、<laughs> 多いですね、そうですね、3分の2はヘフレフ患者さんということですよね。はいはい、<laughs> そうか、そうするとやっぱりヘフレフ患者さんのハートレートが高いか、うん、方には、カルシウムチャンネルブロッカーが入ってそうなんですかね。ヘフレフ,フですか。そう。やっぱりヘフレフ患者さんにレートコントロールとして、カルシウムチャンネルブロッカーを入れるのはなかなか難しそうだなということですけれども、2>, うんうん、2割の方はカルシウム飲んでるところですよね。 そうですね。まあ、もしくは、まあ、結構、高血圧とか、ね、ヘフヘフで、えっと、高齢者で高血圧で、高血圧に対するカルシウムチャンネル、機構薬っていうのもあるんで、ちょっとその辺が、詳細不明っていうのは、結構、リミテーションかなと思います。<laughs> なるほどね。まあ、そうね。一体ど、じゃあ、どうやってハートレートコントロールするかっていうのは、なかなか難しいですけれども。はい。 うんまあそうですねここは結構ですねあの前の、まあ、学会とかあとあの論文書いてる時もいろいろ質問とかであったんですけども、うん、まあその心不全対症すること自体でもハーツレートは下がる、うん、ま確かにまあそんな気も、うん、<laughs> しますしはいやっぱり入院時 AF で、まあ、退院時も AF の方で、AF、はい、ついてるけど、やっぱ最初、デコってて、まあ、あのそこから治療を始めて退院する時にはまあまああの、交換式火星を抑えられて、そもそも冷凍しても下がってるっていうことももちろんありますし、はい、まあ入院に薬を入れられたら、えっと、ベタブロッカー導入されたりとか、えっと、アミオダノ、まあ、アミオダノは今回7%ぐらいですけど、まあ、そういったことが入ることで冷凍をされるってこともあるんで、まあ、どっちの余裕もあるかなと思うんですけども、 まあただこれ、退院時のハートレートなんで、大体がであのコンペンセーションされた後のハートレートなわけなので、それでもやっぱり80以上っていうのは非常に退院後の用語は不良ってことですよね。はい、はい、うん。なるほど。まあそういった意味では、まあ、これまで110未満でいいっていうふうになって、まあ漠然とそういうふうになっていたものが、うん、えこういう患者さんのその群だと、 まあ110だとやっぱりちょっと高すぎるよというような、まあ、そういうっていうことですよねそうですね、はいうん、それが今回、あのーまあ、分かってないところだったので、まあ、なんとなくそうですね、みんなそう110ってなんとなく数字に関して、うん、そうですね、出てたと思うんですけど、そのポピュレーションが違うってところをちょっと注目してやることにしました。はいうん、確かにその通りですよね なので、えー、ただ単に、まあ、紹介された心不全もおがない患者さんのハートレートは、えー、そんなに高くちゃやっぱり良くないぞということでしたけれども、うん、心房細動を合併している患者さんだとですね、えー、BNP が上がりがちになるので、なかなかその心不全ありなしっていうことをですね、判断、はい、するのはちょっと難しくはありますよねはい、はいはいはい、そうですね。 うん、いわゆる BNP による心不全ありなしの定義になっちゃうと、えー、それは本当に心不全があるのかないのかっていうのは、ちょっと難しいですよね、うん、そうですね、AF で就職されて上がってるだけなのか、うん、っていうのは、ちょっとそうですね、BNP だけではもちろん難しいんですけど、うん、まあ今回その、ジオフラミンガム分類を使ってっていうことで、診断しているので、まあ、BNP 以外の,、まああのところももちろん入ってはきてるので。うん まあ、そもそもやっぱり入院過療を、えー、してるっていうのは、明らかにその外来でただ AF がある患者さんっていうのとはまあ全然違うということになりますよね。はい、はいはい、そう思います。ありがとうございました。ということで、まあ、心房細動合併の心不全患者さんのハートレートコントロールをまあどこにするかっていうのに、まああのまあ、初めてと言っていいんですかね、えー、少しメスを入れた。 あそういった研究になったかなというふうに思います。ということで、はい、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。